それを渡しなさい。政府が極秘裏に開発した遠隔誘導ヘッドギアを。これでリザルと智則くんの邪魔をしようとしたのか。違います。私は岩城くんのことは諦めました。え、今はリゼルちゃんとうまくいってほしいと思ってるんです。だから。じゃあそのために。この三つは予備だ。しっかりやれよ、京子。お父様。我々の出る幕ではなさそうですな。で、おい、何してんだ、京子、リモコン持って。その上、いつの間にかアンテナついてるし。愛し合って、そしてどこか遠い国へ新婚旅行に行って。もうパパエビいない。許して、お父様。私の岩城くんへの愛はそう簡単に消えないの。修学旅行西へ、魅惑のバトルスワッピング。キング城に壊されかけた防衛戦。すごいね。つがあれ京都の建物のはずだぞ。それで結局写真撮れたの？うん。じゃあもうダメだね。ホテルに着く頃には日が暮れてるよ。うん。でも情報によるとまだ成功した人はいないみたいよ。本当？そう。最終日になっても成功した人がいない場合は特別延長ルール適用。ラスト突入。やった。よし、頑張るぞ。いらっしゃいませ。見て見て、かわいい。いつものあの野良犬みたい。でも黄色いマフラーつけてるよ。旦那様、初ホテルインだね。紛らわしい言い方すんな。お待ちください、デガナ。まったく、何す。おめでとうございます。あんさんは東ホテル500万人目のお客さんとなりました。にゃわ、この王冠かぶっといてくれはったらごつ特典が受けられます。さかい、恥ずかしいから手取ってしまったらあきまへんよ。まだ旦那様、特典特典。最高。頑張ってね、青一。うん。ああ、ねえ、ライズ。今の感触。京子さん。待っててね、岩城くん。くそー、うっとうしいなこれ。取っちゃダメ、それつけてるといいことあるんだから。なんだよ、いいことって。決まってんじゃん。例えば、あー、ひー、おぎゅー、どうだ。あー、旦那様、もっと奥まで。どうだ。そんなとこ指でそんな風にされたら、取れねえんだよこれ。だから取っちゃダメ。いよいよやりますよ、岩城くん。あなたと伝説の写真を私のところへ来て。俺は全てを京子さんに捧げる。なんでも、じゃあ何、何する気。岩城くんのが見たい。京子さんのためな。うりゃ。嘘、いきなりあんなこと始めるなんて。さすが高校生。いい筋してる。あの、ちょっとだけ触らせて。遠慮なんかいらないぜ。やっぱりすごいわ、硬くて最高。そうでなくちゃね、太ももの筋肉は。なんて恐ろしいメカなの。これは使えるかも。京子さんのためなら全部脱いだっていいんだぜ。全部？じゃあ次は岩城くん、今から私お風呂に入るから、少し遅れで岩城くんも入ってきて、そして私のこと奪って。いや、私なんて恥ずかないこと。京子さんのためならやるぜ。おかしいなぁ。旦那様どこ行っちゃったの？せっかく初ホテルでご飯なのに。うおぉ！
夜何してたんだ？もう夜じゃん。飯行こうぜ、リサル。飯飯。初ホテルでご飯。あ、いいのかしら、こんなことしてしまって。でもまずは形からっていう愛の形もあるわけだし、とりあえず既成事実を作ってしまえば、あとは年上の魅力で。来てくれたんですね、本当に。なんて可愛い手なの、まるで女の子みたい。あ、それに柔らかな胸、本当に女の子みたい。え、京子さん好きじゃん。あ、なんでなんで、なんで私こんなこと。もうやめに行けない。ロボコンは急げ、まだ間に合う。日本を出る前にリモコンの圏外に隠れて助かりましたね。でかした、これで愛しの乙女は僕のものだ。前回の反省を踏まえて、もう余計なことはしないぞ。これをすぐ愛しの乙女の頭に。愛しの乙女よ、僕の腕に抱かれて写真を撮りましょう。そして孫をことなき恋人同士。ちゃんどこ行っちゃったのかな。そうな、もらってきてあげるよ。悪い。ほーら、岩城くん、パンツ一丁はダメだって言ったでしょ。うわぁ。完璧だ。愛しの乙女よ、いつでも僕の胸に飛び込んでおいで。総一郎くん。おお。愛しの乙女。十分です。今度こそ。だがあいつ、夜間持ったままどこ行っちまったんだ。隙あり。で、うわ、いや、私についてきて。まあ、あ、ちゃんと閉まってからね。まあ、今度こそ思いを遂げましょう。まあ、恥ずかしいけど脱ぎます。一緒に写真を撮ってもらいましょう。まあ、旦那様、どこ？サンテレビで阪神中日戦やってるよ。旦那様。まあ、私を抱き上げて。なんで？お願いします。ほな行きます。じゃねー！旦那様に抱っこしてもらえるのは妻の私だけなんだから！おかみさん、いいから早く撮って。なんでこんなとこ。まあいいわ、目的は達成したんですもの。おかみさんどうですか。あらまあ、よく撮れてるわ。はい。え、うわーい、旦那様に抱っこされちゃったように偶然見えちゃった写真、初撮られ。そんな、うわー、本格偶然。いやー、だから寝るわ俺。待って、旦那様。
旅行満喫したみたいね。グッドグッド。あ、ダーリン、わかった、なるべく早く帰るね。いらっしゃいませ。